世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは日本の料理が世界でどのような評価を受けているかご存知でしょうか。国際団体のオックスファムが食に関する国際調査を実施しました。その結果は世界600余りの異なった料理の中で中華料理が57位、日本料理が1位という結果になったようです。ミシュランガイドで世界で最も三つ星レストランの多い国となった日本に対して、中国では2016年にやっとミシュランが上海に上陸しています。安全性、素材を生かす、余白の美、細部にこだわる、以上4つが日本料理の評価が高い理由として挙げられていました。また日本の評論家は、研鑽の精神を持った料理人がいる限り日本料理は今後さらに成長し、世界中の人に愛され続けるに違いないと言っています。その記事では、日本料理が中華料理よりも海外で人気が高いことを認めていました。その上で、高く評価されている理由はどこにあるのかが分析されています。この記事に対する日本人の反応が中国メディアで紹介され、多くの中国人は衝撃を受けたようです。そのコメントを紹介します。中華料理は本当に美味しい、超好きだわ、中華料理は一番だろ、日本料理は視覚戦略に長けていただけで味は大したことないよ、中華料理は日本料理より評価されてるじゃん、世界で中華レストランと和食屋どちらの数が多い、日本国内でも中華レストランの方が多いだろ、圧倒的に中華だな、中華のすごいところは世界中どこにでもあるところだ、日本のレストランはそんなに普及していない、日系人の多い南米でも1軒の和食屋に対して10軒の中華屋がある、迷った時はホイコーローか麻婆豆腐を頼めば OK、 中華料理嫌いな人なんていないでしょ、少なくとも周りの人で嫌いな人はいないな、中華料理はスタンダードになってるから評価されていないようだが、母親の飯みたいな存在だろ。このように中華料理に対する日本の反応はとても良く、この反応に中国人はとても驚いたようです。次にこの日本のコメントに対する中国人の反応をご紹介します。日本人は本当に謙虚だな、実際日本料理は中国料理より世界的な名声は上でしょ、中国料理もアメリカのジョンクフードに分かってるはずだけど、日本人の反応にめちゃくちゃ燃えたんだが、そんな風に中華を思ってくれているとは知らなかった、天津飯が食べたくなったよ、中国のものであっても良いものは良いと認められる日本人は素晴らしい、中国人はいいものはいいと認められない風習があるかもしれないが、今後は日本を見習っていかないといけない、日本の料理人の新しい何かを生み出そうという精神は模範としたい、ラーメンにしても何にしても常に上を目指そうとするでしょ、前に日本の高田馬場で食べたラーメンが忘れられないほど美味しかった、日本料理が1位になったことには別に異論はない、だけど中国料理が57位っていうのはさすがに異論ありまくりだわ、日本料理は芸術作品、中国料理はあくまでも食べ物、中国料理の本質がわからないと評価は難しいのでは、ぶっちゃけ海外のお店の中華料理は食べられたもんじゃないぞ、中国に来て中華を食べてくれぜひ、中国料理の歴史はあまりに長い、順位が低いのは食す側にもそれなりのものが求められるからだな、日本料理はシンプルすぎると思うわ、中華料理を融合すればもっと良くなると思うのにな、ネット右翼はともかく日本の一般の人たちとは横柄な人間が多い韓国人よりもはるかにうまくやっていけると思う、中国料理の最大の長所は他の国の料理より多様性があること、だけどさ、どの料理が一番とかって決めるのは無理でしょ、順位を決める必要自体ないと思う、日本人は
他の国のアドバンテージを見出すのが本当に得意だよな。良いと思った部分は認めて、それを学び続ける。だから日本は恐ろしい。怠けるということが彼らにはないように思う。確かに、日本の料理は美味しい。しかも目でも味わえるし、目で味わう国がどれだけあるのだろうか。実際日本人は中国料理が好きだぞ。特に、麻婆豆腐とか餃子とかチンジャオロースあたり。戦争の影響で勘違いしてる人がいるかもしれないけど、基本的に日本人は中国の文化を好きでいてくれてるよ。俺も日本のネット民に賛成だ。中国の料理こそ世界一。日本の料理は生の魚や肉を処理する技術が全てだと思う。中華は生というよりは火を使うからな。でもどちらも最高に美味しいと思う。日本食は食材の味を引き出すことに力を入れる。中国料理とは概念が全然違うから比較はできなくない。中国料理は火で、日本料理は水って感じ。個人的な感覚では隣国人はただのピエロで、特に気にかけなくて良い存在だけど、日本人は絶対に見くびっちゃいけない存在。日本の文化の源流は中国にある。だけど今となっては日本人は中国文化をはるかに進化させ、より洗練させたんだ。中国の食文化が日本に伝わっていて素直に嬉しい。今度日本に行って日本の料理を食べたいと思った。俺は日本が大嫌いだ。俺の国を侵略したから、それは当然だけど同時に敬服してもいる。日本人は絶対に侮れない。特定の分野で自分が劣っていると思えば、素直にそれを認めて追いつくために懸命に努力をするんだ。そういう人たちをやっぱね、侮れるはずがないよ。とりあえず日本料理は健康的だよね。だからこそ日本人は世界で一番長生きする国民なんだろうし、健康は世界でも重要視されているから、日本に行こう。日本人は他人の長所を見つけて学ぶ民族。中国人は他人の短所を見つけて嘲笑う民族。中国人は自分たちの料理を何千年も研究してきたんだ。日本料理なんかと比べられるはずがないだろ。日本料理は見る分には素晴らしい。ただ中国人の家や口にはそこまで合わないかな。値段はものすごく高いのに、味はそこまで特別じゃない。もし同じ料金なら広東料理を選ぶね。中日、他国の長所を学び取って自分たちの短所を克服しよう。隣国、俺たちに短所などない。隣国の存在が中国と日本の間に友情を芽生えさせてるよな。食まで合うなんて日本は最高だな。中国人と日本人は全ての黄色人種の誇りって言える存在だと思う。日本は英仏独のような欧州の大国と渡り合ってきた。中国は日本の経験を吸収しよう。本当の敵はアメリカだ。料理っていうのは何にも勝る兵器だと思う。日本料理は世界を征服した。中華料理の人気は中国人や中国系の間でだけ。とてもじゃないけど相手にならない。実際はそれぞれ違う魅力があるから比較は難しいよね。でも日本が中華を好いてくれていることに感動を覚えたよ。ありがとう日本。日本人の振る舞いや態度は本当に学ぶ価値がある。なんか今突然日本にはずっと近くにいてほしいって思った。中国と日本で一緒にお互いを高め合っていって、明るい未来だけを作っていきたい。そう思ったんだ。いかがでしたでしょうか。日本にとって中華料理は身近ですが、実際に声を中国に届けると想像以上に喜んでくれたんですね。アジアの関係が食を通して良好になるといいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。